とりあえず今日もいつものルーチンワークになっております。今日も混んでんじゃないで、相変わらず親戚の家に泊めさせてもらってるんで、めっちゃ快適です。多分ここ抜けたらすごい渋滞、駐車場渋滞があると思われます。結構この駐車場の混み具合が曜日によって全然違くて読めないんですよね。あ、でも早いからじゃない？なんか日に日に10分ずつぐらい早くなってて全然約束の予定の時間よりも早いから。あ、誰もいないです。結局本日もいけつじまいのホムラさんやってない、もう開いてないのだ。いやー、まだ電気この間工事してたけどもう復活してますね。入り口がめっちゃ綺麗になってますが、我々はヤマダ電機に行くわけではありません。そして目的地は小島ビッグカメラでもありません。我々が本日向かっているのはホームズです。デイツーじゃないじゃん、ホームズだなんか似たようなのがいっぱいあるけど、ホームズに向かっております。こっちのこれ気になるけど、寿司屋横浜家系オープン予定、いつできるんだろう。なんか焼肉屋だったら作ったんだよ。あ、そうなんだ、うん、あ、もともと。おお、これ一回来たことありますね。一回来たことある。カゴゲット。デルボール。はい。それから床のティッシュ。はい。それから濡れた布巾。はい。あれ壁こ掃除するやつ。掃除するやつ。はい。この辺じゃない？うん。はい。洗剤などなど買ってミッションコンプリートです。なんか横須賀で卓球が流行ってる気がします。コースカにもあったよ、卓球場が。さあ今日もじゃじゃーん、デニーズ久々です。3日4日ぶりぐらいにデニーズにまたやってまいりました。ちょっと買い物してたら小腹空いてきて食べれるってことなんで、デニーズでランチ食べます。これ今まだ朝食メニューなんですよね、モーニングメニューで10時半からメニューが変わるっぽいんですけど、でただいま10時30分になりました。これメニュー自動で切り替わるんでしょうか。お、今ちょうど更新が入りました。なんかダミーで1個注文すると更新フラグ、あ、更新されました。はい、本日のランチ早いですがたらこスパゲティにしました。はい、すいません、ファミマの牛乳多分来てると思うよ。なんか荷物があれ来てない？午前中配送にしてたんだけど来ない。なんか来てるよ、ほらはがきだけだ、関係ないや。大福カードなんだ、これ宣伝で。俺午前中配送だったはずなんだけど。ほら今来たんですよ、ちょうど荷物が届きました。で、まあここら辺はちょっと多分生活必需品系だと思いますが、ここから、あ、すごい、こんな段ボール、ここから開封してください。こんな片手で開封、段ちゃんいらずになってますね。ここちょっといるけど。はい。来ましたー。でん。あ、来た。これです。スーパーキフェアプラス、ヨーグルト種菌。これを買いました。で、さらに、八百屋さんの、九州産ごぼう茶。ネズミさんがいろいろこれを飲んどけあれを飲んどけという指示が来た中の一環ですね、ごぼう茶。でですよ、これがですね、これすごいんですよ。これダンちゃん欲しかった。でんでん。エコグルトです。こんなこれかなあれちょっと合ってんのかなちょっと、開けてみます。ででーん。来ました。合ってました。エコグルト。これですよ。本体に牛乳パックを入れるだけで、そのまま通常のヨーグルト、一味違うカスピカヨーグルト、人気のギリシャヨーグルトをご家庭に手軽で作れますっていう。これです。これで、ケフィアを作ろうと思います。いつもね、サンフランシスコでは、なんかネズミさんが意識高く常にケフィアを飲んでる、食べてるんですけど、これ結構、お腹の調子に違うような気がするんで、買おうと思ったんですけど、あんまり日本だとケフィアが、普通にもう出来上がりのケフィアっていうのが売ってないみたいなんで、自作するのが主流みたいで、このペットボトルで自作できるキットを買いました。じゃあちょっとドリドリクッキングいきたいと思います。今回買ったやつは、こんなやつで、なんか容器と、なんかヨーグルトを作る用の容器とか、普通のやつと、なんかこうメッシュになって、これなんかカスピ海ヨーグルト水切り用って書いてましたけど、これは多分僕はもう今回は、これはいらないです。で、あと、めっちゃ長い、かき混ぜ用のスプーンみたいなのも入ってますね。これはちょっとあってもいいかもしれないですね。あとなんか、よくわかんない。これなんでしょうね。ちょっとよくわかんないものが入ってます。説明書一応読んでみます。謎。これ謎です。なんか牛乳パックのカッターとかそんなようなやつに見えるんですけど、付属品にも書いてない物ですね。まあいいや、これも多分使わないですね。これも用意して、で、これがあれば OK です。でもって、じゃんと。さっき買ってきたファミマの牛乳。これが直接ここにもう入るんですよね。1リットルが直接入るんで、これ入れて、で、この粉が、1袋が 500ml 用なんで2袋入れて、でも、これをパカッとやって、これで25度で24時間、放置させれば、ケフィアが出来上がるっぽいです。じゃちょっと、早速やってみようと思います。じゃあ、今蓋開けまして、ここに、ささささっと。これをかき混ぜるのにさっきのスプーンを一応使った方がいいのかな。なんか、ただ入れとけばいいみたいな説明にはなってますが、500ml 用なんでもう1本、ドドンと。あ、でもなんか、パックをシャカシャカ振っちゃいますか。これを閉じて、で、ちょっとシャカシャカ振る。フリフリすれば、それでいい気がします。あ、さっきのあれはなんか、これを、もしかしたら、ここ、あ、これ押さえる用だな。これ押さえる用のやつですね。あ、これ素晴らしいです。これで完璧です。で、これで、こんな感じで、ちょっとシャッフルして、できるだけ手軽にやりたいんで、あんまり洗うものとかも増やしたくないんで、これでやってしまいましょう。あ、これ素晴らしいじゃないですか。めっちゃグッジョブ。まあいいや、だいたいどのくらい振ればいいのかわかんないですけど、とりあえずいけたんで、これで、できるだけね、物を汚さずお手軽にやるのが、ドリクッキングです。じゃあこれで、ここに電源入れて、24時間放置します。これで、入れて、24時間で、温度も25度。25度で、24時間。これ放置すればもう、これ。ぴったりです。これ素晴らしいですね。ここ邪魔かな？ちょっと場所を移動した方がいいかもしれません。じゃあちょっと電子レンジのこの横に置いて、これで24時間放置しようと思います。そしたら、ケフィア出来上がり。これでできたらすごい完璧ですね。これは楽しみです。じゃああとは、ごぼう茶飲みますか。じゃじゃんと。あとさらに今ちょっとポスト見たら、今なんか音がしたなと思ったら、かやのや、みんな大好きかやのやのお取り寄せパックがやってまいりました。これでだいぶもう、環境できてきましたね。ごぼう茶、今入れております。バックスペースインターンの若林です。前回に引き続き、このエアロを使っての使用感だったりのレビュー動画になります。自分はもうずっとゲームと VR ばっかりやってるんですけど、その中でもバーチャルデスクトップっていう、クエストでも、無線でPCVR を遊べるっていうので、エアロを今使っています。で、このバーチャルデスクトップっていうのが今熱くて、このアプリの中でいくつか解像度が選択できるんですけど、その一番最上位に Godlike モードっていうものが追加されて、それが今熱いっていうようなことで一部界隈で盛り上がっているので、その検証も兼ねて使ってみました。今まで自分が使っていた PC の GPU が GTX 1080 だったんですけど、この Aero の RTX 2080 に変わったことで、それだけで綺麗なグラフィックスでサクサク動く、すごい段違いな VR 体験ができました。今までも結構綺麗に見えていたと思ってたんですけど、それはあくまで1080にしては綺麗に見えていたってことがよく分かったので、これからより綺麗なグラフィックスを求めて、GPU 沼にはまりそうな予感はしているんですけど、いくらこうやって言葉で綺麗って伝えても伝わりにくいと思うんで、定量的にお伝えするためにも、VR チャットで視力検査を行うっていうワールドがあったので、そこで少し測定してみました。で、このワールドっていうのが、視力検査の時に使うよくあるこういう C のマークの代わりに、小さい文字がいっぱい並んでいて、その小さい文字をどこまで読めるのかっていうので、VR、PC のスペックを測るっていうものになっているんですけど、この GTX 1080 の PC だと、16のレベルの小さい文字までしか読み取れなかったんですけど、Aero を使うことで、19のレベルのすごい小さい文字まではっきりと読み取ることができました。こうやって写真で見ると16と19の文字のサイズの差ってあんまりないように思うと思うんですけど、実際に VR チャットの中に入って結構遠い距離で見ると、ここが読めるか読めないのかの差って結構大きくて、なんて書いてあるんだろうっていう凝視する時間がなくなったことで、それだけですごいストレスフリーなVR 体験ができました。なので、ここの差って結構大きいと思ってます。で、肝心な Godlike モードについてなんですけど、これは一応、RTX 4000番台の使用が推奨されていて、Aero だと、Godlike モードとその1個下のモードであんまり見え方が変わらなかったので、そこまでの恩恵は受けられてないかなって思うんですけど、それもまた別、4000番台でちょっと試してみたい気もするんですけど、今の自分にとっては、すごい大きなグラフィックス向上が、これでできたので、それだけですごい、今は、満足しております。ということで、さっき、ドリキンさんからビッグスクリーンっていう VR アプリに集合がかかったので、これから、行ってきます。Yeah, such a club